はいということで今回のスポンサーは SKYUCBDVape です楽天だったり Amazon で一番売れてる CBD のブランドになってまして今回のゲストの太田くんと、まあ、太田くんのお気に入りのフレーバーだったりお話なんでぜひぜひ見ていただけたらなと思いますそしてなんとなんとこの動画見てくれた方限定 概要欄の方にね、リンクが貼ってありますので、そちらクリックしてもらって、お買い物していただくと、すべて40%オフということなので、ぜひぜひ、今のうちにお買い上げください。それでは、本編でお会いしましょう。Let's get it!ABEMATV の恋愛リアリティショーみたいなやつを、実は出てて、一発目、誰がタイプかみたいなやつをやるの、うん、ゼロ。えー、<laughs> おすすめしません、あまり。でも、ハう、<laughs> たら終わりだぞ。いもう、マジで。起きる、飯食う、学校行く、終わる、寝るみたいな感じだね。<laughs> まあモデルはもうやめたい。<laughs> はい、ということで、今回のゲストは太田ですお願いします。いえ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> いいね、盛り上がってるね。もう調子いいよ。調子いい,い調子いい。だいぶ調子。いや、さあ、いさ今回実は、今回の、あの、エピソードなんですけど、<laughs> スキュウという、あの、シービの。 ブランドにスポンサーしていただいてます。今回知ってるですけど。めっちゃうまい。めっちゃうまい。めちゃめちゃうまい。やばいね。このスキューちょっと軽く説明すると、一応ね、あの、楽天アマゾンで一番売れてる CBD ベイブブランドです。うそうなんですよ。で、結構まあ、レビューもすごい高いし、まあそのブランドコンセプトとしては、for inspiration moment って言って、まあ結構クリエイティブな人とか、そういう方にぜひこういうものを使ってほしいっていう、うまあブランドでやってて、もう結構ね、ビジュアルとかもすごい、あのー、まあ、 ね、ここにパッケージあるけど、パッケージもすごい。あの、3D のアートを使ったりとかして結構かっこいいし。ま、あと、これね、ボタン押さなくても吸えるし。それがでかいね。いねめちゃめちゃでかい。そうそうそう。で、結構ね、最初からもうね、充電されてるから。これ基本もう、じゃあずっと充電しては使えるの充電してた使もう、やば。ーー使えるあ、じゃあこっちで変えればいいのか。そう,そう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 。うここだけ変えて、みたいな。スターターパックっていうのもあって、うんうん、そういうのもあるし。まあ、なんか試してほしいなって言うんだけど、なんかスキューっていうのがなんかね、斜めっていう意味らしくて。 意味なんでですね単語だからこの切り口とかも普通のペンと違って斜めになってるんですよ。ああほだそう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 いうのとか結構こういうこだわりを持ってるブランドさんなんですよ。どうですか吸ってみて。てかフレーバーがめちゃめちゃあるから吸いやすいんかみんなそれぞれ選べるからいいと思うめっちゃこれ。個人的にはグリーンアップルかほうじ茶ほうじ茶だ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 だけどねちょっと名前が一番。 アウトだねこれが、うん、名前アウトこれはもうダメだよおロジクシは,はダメアウト <laughs> もう名前がアウトもうマジで名前,がアウ名前がダメだ、ね、ダメだ、ね、ホントにダメだよもう未成年とかこんなことやっちゃうもう未成年はダメですこれはねであのー、20歳以上の方限定になっちゃうんですけどまあでも結構吸い心地もねうん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 吸いやすいしめちゃめちゃうまい うまいよね。ずっと吸っちゃいそう。吸っちゃいそうだよね。うん、で、85%とかだから、めっちゃ濃度高いよ。普通に CBD のブランドと比べても。確かに 80? いや、80?85?85%。パ、はあ。これ終わった頃にはやばい声になってたから、<laughs> 2人とはい。ありがとうございました。<laughs> そう絶対なってる <laughs> <laughs> いやそうすごいね85聞いたことないよねなかなかない人の、うん、そう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 なんですよねいやちょっと今回はこのまあこれ過ぎながらちょっといろいろ太田という人物を深掘りしたいなということを考えておりますい、うん、いやいはいってことでまあちょっとあの俺一番最初にさ太田みたいなあのね、うん、TikTok なんだよね でも多分今やってるファッションのやつじゃないやつかなちょっとふざけてる系やってなかっためっちゃやつあのドリルあそう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 ドリルやっててそっからバズったみたいなはいはいはいいやもうやりたくないよねもう動けないよねそこまで足がもう限界マジでたまに街中歩くと「あっナイキドリップの人だ」みたいな「名前を覚えろ」名前を言え」と思いながら。 そうですね、あれあれだけどね、TikTok でバズったら名前覚えてもらえないっていう。いや、<laughs> いやマジでやめたよ。広いからね、マジで。耳でかい人だってたまに言われるけど、本当に大きいからね。<laughs> 確かにか本当にでかいから、<laughs> 何も言えないのよ、マジで。<laughs> あそうだようみたいな。<laughs> ウケんだ。バーンやってやって <laughs> と,とありがとうございますいら <laughs> そうなんだ <laughs> えでも TikTok でもやってるけどメインはモデルとか TJ とかなどういう自分をさんかこういう人ですよって言うとしたらどういうふうに紹介するあ自分のことをそう<ー>自分何やってますとか,なん,かなんか言うじゃん俺だったらポッドキャストとかやってますみたいなで映像撮ってますとか言うやんえー、いろいろやる人うん <laughs> 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 それこそモデうん、うん 主な活動になってて、モデルやりながら DJ もして、あとは音楽グループ、こもれ日っていうの、グループのバック DJ やったりとか、あとは最近だとブランド始めたりとか、マルチに活動してるね。そうなんです。これ、一個一個掘り下げていきたいね。うん、ちょっとお願い、お願い。いいっすか知ってってね、ちゃんと。知ってってね、ちゃんともう頼むよ、本当に。そこら辺大事だ。ら大事。え、まず まあ、あの、モデルが主な活動ってさっき言った。うんうん。モデルをやられている。まず、ミックス、ハーフだよね。クォーター。クォーターの ?4 分の1。あ、4分の1なんだ。そうそう、UK の、イギリスの血が入ってる。はい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 。だから、英語全然喋れない。英語は全然喋れないんだ。いや、喋りかけないでね、英語で。ほんと喋れないから。マジで。マジで喋れないから。そうたまにあるからね。たまにある。テンションで来られても。うん。ああ、Yeah. I know, yeah. そう、だから、通訳大体いるから通訳いるのだ。 めっちゃ受けんえっそっかでモデルはいつぐらいからやってんのモデルはほんと23年前ぐらいあその最近なのうんえー、なんかもともとアパレルでずっと働いててあそういうことかそうそうではい、はい、アパレルからなんかお店に来てスカウトしていただいてはい、うん、あじゃあやってみようかなみたいな感じで今続けてるって感じなるほどねで今エージェンシーとかも入ってるもんね今入ってる入ってる何てとこだったっけスタンフォードスタンフォードだええスタンフォード スタンフォード。スタード。スタード。スタード。ずっとそこだよ。いや、最初から。いや、最初はブラボーっていうとこ入ってて、まあ結構 ADHD 全開なんだけど、まあちょっと遅刻等をしすぎてしまう。まあね、まあまあまあ、今日も実は2分ぐらい遅れてしまったんですけど。2分は近くに入んないまだ大丈夫でそれはね、心の広さ、すごいよさ。本当に。 いや、もうそういうとこで、ちょっと遅刻とか目立っちゃって、あ<ら>まあやめて、た、うん、だまあやっぱ諦めきれなくて、スタンフォードに、うん、お願いします <laughs> やらせてくださいっつって。そしたら、ええよ、みたいな。あ、ちょろみたいな。カットね。<laughs> ちょちょろカットね。<laughs> ちょちょろ危ないから、これ。<laughs> って感じかな <laughs> あなるほどね、でそこで今、活動してて、今まででさなんかおすす、どんなブランドやってる結構いろいろ,いろいろ見たんだけど、インスタグラムでちょっといろいろ、うんうんうん、どういうあのブランドとかやってますかスポーツブランドだと、うん、ナイキとか、ウェイあとはあ、デポって分かる、なんか,デポかるイオンとかにあ,あそこのポスターとかの、うん、広告モデルみたいなのをやったりとか。うんうんうん あとカナダグースとかああグッチも一応なグッチというか「v o っていう雑誌のグッチの企画のやつで出させてもらったりとか意外とやってるんだよ意外とやってるねガッツリだね意外とやってるモデルなんだよいろいろやってるけどこれだけ忘れて モモデデルルななんんだだだよよ結構大事いや確かにめっちゃファッションおしゃれなイメージすげえあるっていうかインスタグラムとかで見せてもそうだけどしい超おしゃれだなと思っててうんうんいや別にそんな大したことないけど いやノリもいいしいいねいいね重要だよねそういうの大事大事全部大事だよ全部大事いや疲れるって大事だよな人と人の仕事だからねいやそうだよタバコとかも大事だからタバコとかも大事コミュニケーションで使うから確かに確かにそういうの重要だねなるほどねえ今は大変だった今なんかやった中で一番撮影大変だったなとかあったりする1日3件とか2件とか入った時があってはいはいはい 結構主に身長が俺低いからみんなと違ってルックとかはすごい少ないのね。あすごい本当一月に1回あるかないかぐらいだからけど、そのまた別で EC。はい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 。スーンとゾゾタウンみたいなやつのモデルはすごい呼ばれるんだけど最初ゾゾタウンでその後オーディションその後ルックみたいなのが1回あって。大変やね。 出たのかなみたいな <laughs> その,そのいろいろ終わって「<laughs> え二2日経ってないよね?」みたいな「<laughs> あまだまだ1日しか出ないよしよしよし」みたいなで EC も体操多いからどんどん顔がおかしくなってくるん <laughs> こんな顔からどんどんもうほんとこんな感じ多分これのせいかもしれないですけど <laughs> これずっとせっきかく捨てるんでだけどほんときつかったね、えー、大変だね胃が大変大変だよねモデルってねえ結構体調管理とかもすんの 体調管理は、できてる方ではあると思う。はいはいはい。なんかもう、けどあれがダメなんだよな。本当に早め早起きができないから、俺。あ、できないタイプだ。そうそうそう。無理無理無理。そんなんできたら今頃就職してるもん。マジで。マジで就職できてるから。できねえんだよ、もう俺。無理なんだ。無理なんだよ。無理なんだ。頑張ってはいるんだけど。頑張ってるけどね。わかってほしい。わかってほしい。モデルは顔だけじゃないんだよって。本当に。マジで。結構しんどいからね。だって、 なんか一なんかその一日拘束のやつとかあるんだけど、それでラックあるじゃん。あかける。あれ三つとかあるからパンパンなマジで。そうそうそう。多くね。めっちゃ多い。だから一十時集合して十八時に終わるみたいな撮影もめっちゃあるから、なんかみんな顔顔がいいからそういうのできんんだけど。そんなことないからね。結構辛いよ。顔もちょっとあると思うけど。顔大丈夫。大丈夫。大丈夫。モデルだからね。大丈夫だからね。そうそういうとこ大事だから。 かな一応、大変だったのはその何個もあったって。思って。ええー、すごいな。でも俺、そういうのめっちゃ、しっかりやってる人はマジリスペクトする。すごい大変だと思う。うん、なんか、俺もちょ、ちょくちょく呼ばれたりとかすることも、うん、なんか最近増えてきて、この多分コンテンツ見てくれてっていうもあると思うんだけど、うん、ちょっと、ちょっとだけやってらしてもらったりとかしてんだけど、結構大変やなっていう。なんか、やっぱさ、うん、見られるからさ、すごい色な人に見られるしさ、しかもその量はやっぱすげえなと思う。 いや俺モデルなのかなみたいな後半もうバイトだと思いながらやってるからねバイト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 でもお金はいいのやっぱモデルってそうだねまあ EC とかはやっぱ人それぞれなんだけどまあ全然生活には苦しくはないぐらいか好きなものは全然買えるみたいな感じかなけどやっぱ そのアップダウンが激しいから給料もある時と同じ時に就職した方がいいよマジでマジでで。就職今こうやってやってるじゃん結構今いい感じこう来てるやんまあまあまあそうねありがたいことにダメだよモデルはガタは来るからめっちゃ言うやんガタは来るからガタは来るからるからな。だってもうハゲたら終わりだぞもうマジでそういう特に俺とか髪長いからそっか そうだね。ここまであって、おでこここら辺まであるとかだったらさ、使いたくないじゃん、そんな。モデルはやめおすすめしません、あまり。そうなんだ。あまりおすすめできないんだ。そっかそっか。え、昔からやりたいとかはなかったの特にそういうのなかったんだ。昔は全然なくて。あいや、けどなんかその、高校の時に、アベマ TV の恋愛リアリティショーみたいなやつを、お実は出てて。おえ、なんてやつ恋して恋する週末ホームステイ。たいな。今日、今好きみたいな。るそうそうそう。 であるんだけどそこからモデルやろうかなみたいな感じで進めてたからえそれ待って俺それちょもっと喋らべりよかったえそれはどういうタイミなどういういあれで出ることになったのなんかそのもともとそのなんか DM からオファーが来てその時ほんとサロンモデルなの部屋のやつやってて<ー>多分それで見られてどうですかみたいな、えー、じゃあやりますごいでその シーズン13かな11かななんかに出てっていう一応ね元アベマの人なんですよアベマ人だっ一応ね一応ね KKK 見せて <laughs> 日本語も難しくなってきてるからマジでそうそうアベマ出てそっからかなモデルやろうと<ー>高校3年生とか中高2とかぐらいの時にうんうん、うん って感じかすごいねじゃあもう結構昔からそういう人の前に立つ仕事というかは結構やってたんだねそうだねずっとやってきてうん、うん、ありがたいことにやっぱそれでもついてきてくれたりとかうん、うん、やってくれる人もいるからうん、うん、頑張ろうみたいなそうだね、うん、確かにねえー、すごいなやっぱでもまあちょっとまあミックスとかハーフっていうのもまあ優位には働いたのかなどう思うそれ<ー>それどう感じる やこれぶっちゃけそのなんか恋捨てのやつあるじゃんまあ何か一発目誰がタイプかみたいなやつをやるのよああやるんだやるよねその何かリアリア T シャツはね誰がタイプだかみたいなゼロああっえマジみたいな結構自社あったんだよねその時はなんか結構メンズも見ていや俺ちょまんちゃんイケメンじゃない一番みたいなイケる口じゃないと思ったらダメだったね 全員、なんか違う子の方に指さして、え、僕、出てる意味ありますみたいな <laughs>。<laughs> マジで。え、結構、高校のその番組から、俺の化けの皮が剥がれてて、結構最初はね、可愛い系でいこうかなみたいな、そういう、なんかアイドルみたいな。なんか、そういう感じで、あ、どうも、みたいな。やりたかったんだけど、あ逆にね、つっ,っちゃったよね。え <laughs>、ですかパ,パパパへ逆にそっち行くんだ、みたいな。<laughs> <laughs> いいんじゃないいじゃないんじゃない,んゃないんみたいな悔しかったね普通に普通に悔しかった <laughs> マジでそっかそうねリアルでそうなるとねそうそう確かにねきついよ <laughs> でももうやめようかなみたいなあうう <laughs> なあの時はウケんなえ昔から持ちてたやっぱその中学校高校小学校とかさ、うん、まあその大体さこううんうんうん この義務教育を少しずつ出ていくうちにどうだったのそれはモテてたかモテてないかで言うとモテないマジで本当にモテないそっか逆にさそれこそ俺もいじめられてた側の小学校の頃はハーフ海外外人とかさ俺も言われてたわけよほんのちょっとしか入ってないけどやっぱね小中高はダメね モテない大人になったらんかみんなもう分かってくるしかも今結構いろんな人たちいるじゃんそれこそもうホワイトの人とかういろいろバーっているから確かにね環境はいいんだけど今はどうなんだろうね俺の時はちなみにダメだったよ全然ダメいじめられたそんな感じで言うだやっぱ悪口とか言われた言われた白人とか外人がやっぱ多かった外人が多かったのか 日本語ペラペラだぞ、みたいな。なめんなよ、つって。負けなかったけどね。負けなかったんだ。うん、でも、これキャラあるからさ、まあまあ、でも、そこもあったのかな頑張って乗り越えれたみたいな。ああ、まあ、あるのかな。うん、あと、やっぱ、オナニーがあったからじゃないオナニーだ。そうそうそう。うん、全部そうそう,そう。全部そうだ。オナニーはな何をどう、何でオナニーしてたの俺、その時。うん、その時はまだ左手使ってて。<laughs> なんかさ中学の子なんだけどいや中学の子いや多分分かると思うんだけど <laughs> 反対の手使うとなんか違う人にやってもらってるみたいなさ <laughs> じゃあホンにさそれをやっててずっと左手使ってたよ <laughs> けどもうなんかだるくなりすぎて右手ずっとやってたら <laughs> あの俺らの,俺らの刀 <laughs> ソードが右の方向いてきた <laughs> マジでん気をつけた方がいいよマジでめっちゃ足こる人とかマジで本当に本当に曲がるからマジで,で逆にどっちの手でやってるだって <laughs> うわーどっちだうわーでも左じゃないわかんないけど左,左でやるやんそろそろ曲がってくるじゃ <laughs> マジでなんかもうおかしいもん気持ち悪いしかもさやっぱその白人の血もちょっと入ってるからああああ <laughs> もうなんかえドラあモンハンやったことあるモンハンやったことあるあのもうフルフルとかギギネブラみたいな感じなんよ なんかもう本当になんかもう張ってほしいぐらい、ここら辺に。フルフルとかギねうらぽンみたいな。いや、本当に。しか長いから、謎に。うわもう,もう長いから。<laughs> <laughs> いや、マジで。本当にね、ダメよ。マジで。しこるときは交互にやったほうがいい。マジで。本当これだけはおすすめこれ、これアドバイスだ。アドバイス。本当に後悔するよ。マジで。<laughs> <laughs> やだよこ<ー>んなファッションめっちゃ出してる人がしこるときは両手使えないよ両手使えないよ両手を使いなよ交互,に、ね、交互に交互に交互に両手でこうやってやっちゃったらダメだよ <laughs> マジで新天地みたいな感じになるからねちょっと笑いすぎて何にも話しなさい な事大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 そうなうそうなうそうそうそうねあのうそうそうそうる方なんようそ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 あそう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 てうそうそうそううそうそうそううそ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 ううそ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  僕はした方がいいいいと思います。いやなんかそのジョージさんすごいじゃんあの人なんかあ抜けのなんかそうそうそう,そう,そう男がの人ちゃんとだってみんなみんなで眼鏡、うん、かけてた子だっけあ<ー>復讐リベンジャー佐藤 <laughs> リベンジャーだっけ <laughs> えマジかっこよくなってんじゃんすごいみたいなすごいよねすごいすごいあれこうパーッと変えたのすごいよねい、まあ、筋トレとかもしてたらあるかもしれないけどああ<ー>。筋トレとなんかコミュニケーションの練習とみたいな結構いろいろやって 俺も気持ち悪いと思うん多分あれは。そう。ダメ、俺は。お腹気にしたら、多分アトピー出てくる。ジンマシン出てくるやばい、今日もやんないと、みたいな。やばい、そんなに毎日だ。いや、だって、俺のスケジュールだけどね、ひどい時よ、もう本当、お盛んな時期、いや、性欲やばい高校生とかの時まずる起き。る 飯食う、学校行く、終わる、しこる、寝るみたいな感じだね。一日に2、3回は絶対入れないとダメ。っていうのが思う。結構するね、それ。いや、元気よ。元気よ。元気よ、本当に。もう、おたんこちんぽよ、マジで。もう、本当に。マジで。初めて聞いただけや、そのたんこ。すごい、マおたんこちんぽよ、もう、本当に。強いな。強いよ。強いっすね。でも、筋トレとかしないんだ。基本的に。男磨きはそれぐらいやるんだ。 いやなんか、うん、男磨きね、うん、筋トレとか全然しないからあしないんだそんななんか食ったら太るっていう体質じゃないからああまあそうね逆になんかお酒とか飲んでさ2キロ痩せるとかない、うん、俺お酒飲まないんだよね <laughs> <laughs> いやガチガチガチ今日終わりにしようか <laughs> <laughs> あ飲まないんだ飲まないねほぼ飲まないねマジで じゃその飲み会みたいなやつ行っても基本的には飲まないから基本的に一人だけウーロン茶とかコーラ飲んでるねシラフハイだシラフハイだ俺結構なんかハイテンションじゃん基本的にだから結構いけるんよから昔飲んだよでもやめたいよねなんかあんま酔うのが好きじゃなくてああ酔う感覚じゃないこういうやっぱ c b d とかそっち系がいいなと思ってそうしたいってすごいねやめるっつってやめれたんだお酒俺と割とやめるタバコはやめれないけどねタバコ無理だよダメ やめるって俺だって22年間で何回言っただもん。<laughs> そのレベルだよね。マジでそう。わかるわかる。やめるって、あ、これ吸ったらやめれそうとか思っても絶対吸ってんもん。<laughs> あ、やべえ、みたいな。タバコ買っちゃった、みたいな。まあ、もったいないし吸うか ?G&。ド, <laughs> ドの。もう終わり。<laughs> そこの初めでも続く。<laughs> はいはいはいまあ、DJ とかやってたらそうじゃね 結構。そう。いや、本当にそうだね。口が寂しくなるから。そうだよね。手持ちぶさたになるし、みたいな。そうそうそう。手持ちぶさたってやってるやってる。手持ちぶさたなんつった手持ちぶさた手持ちぶさたちょっと俺、日本語、ちょっと俺も。え、単語だよ、ね手持ちぶさたって。そうだよ。え、待って、嘘でしょ本当そんなことあんのやばいって、額出てるって。いや、マジで。手持ちぶさたそう。 怖いよ、もう。勘弁して、マジで。大学行った大学行ってない行ってない。ない高校ぐらいまでか。高校も多分行ってない。多分行ってない、この感じ。いや、ごめん。やめよ。やめよ。その、俺以上に日本語のその、知識あるの。やめて。俺も頑張、頑張るわ。頑張る頑張る。ちょっと、頑張ります。すいません。<laughs> 頑張らせていただきます。マジやいけた。え、でも言われるでしょ。なんか、英語喋れそうとか言われるもんね。 絶対言われるでしょやばいあるあるだよねそれこそさあのクラブとかで言うとバイヤとかさセラビとかそっち系ねうんかちょっときれいめなやっぱあっちのやつ海外の方めっちゃ多いから結構喋りかけられんのよあそうなんだなうだなちょっとセキュリティーみたいな喋れねえんだけど俺いやほんとにめっちゃ言われるそれは喋れそうみたいなはい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  勉強した方がいいよねできたらできたでいいんじゃないしかも音楽とかやってくってるからさなんかそういうのもあったら結構強いんじゃねっていう確かにやってみようかな使わないとは思うけどね別にでもあったらあったじゃない確かにけど周りが結構さそれこそ多分共通多いそうね結構海外英語とか喋る人多いじゃん多い多いやっぱ勉強しなきゃダメだねそれ思うんだやばいねちょっと焦ってきた焦ってきた 焦るでしょやばいでしょだって今多分中学生ぐらい俺英語力英語力。やばいと思う多分。<laughs> やべえ逆にトイック受けてみようかな逆に逆にそっち行くや。なんか選択問題めっちゃ合ってるとかだったら面白くない <laughs> 適当にバワーッてやっていやもういやちょっと頑張りますすみません受け <laughs> んだそっかそっかえでも音楽はどういう音楽好きなの。結構海外の音楽聞くそうだね、うん、結構ヒップホップも,ももちろん聞くんだけどうんうん 基本的に DJ のジャンルも UK とかのそっち系のハウスチックなはい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 あとダブダブねちょっと重めな感じのがすごい好きでちょっとそっち系かなずっ最初からも DJ あれだけ DJ 何のタイミングやったのとかその話してないか DJ うんああなんかそのちょうど多分モデルやってて暇だ暇だなみたいなでなんかそれこそいつもいる友達がいるんだけど YOU とってこで その子が DJ もともとやってて、おこかっけえな、みたいな。やれ。なんなら、モテなかったからさ。モテなかったから。これやったらモテんじゃねみたいな。お酒も無料出てくるじゃんみたいな。確かに確かに。え一石二鳥みたいな。いや、三四鳥みたいな。やるかっつって。モテないよね。ビビる、ビビる。モテないよ。みんな DJ でダメダメ。モテないから。 本当とにモテる人はいると思うそれもの中にはんかそのマジでうまいとか俺もそんなレベルじゃないからほんと趣味程度だからモテないねモテないんだ女の子の友達多いイメージ買ってやるんだよな俺あそう友達はめっちゃ多いマミ友みたいなのも多いその方はねできないんだよねなんか友達だからっていうちゃんとこれがストーンってなっちゃってるからはいはいはいって感じかなえそうなんだ意外やな だだと思うでしょちち俺あの別れてもうほんと23年ぐらい前の彼女と別れてちょっとだけ ED 期間入ったからねマジでガチガチでほんとにダメだったえしかもなんかさしかもやっぱさ男といる方が楽じゃんいやそりゃそうだね楽しいしまあ確かに確かにだって気使わなくていいそうだねそうだね 男の方が楽だな。なあ、じゃいよ。違うよ普通に女の子が好きだけどあそそなんかのずっといるってなるとやっぱ男のメンズの方が楽みたいな大丈夫かこれ掘り下げてみる掘り下げてみる掘り下げてみようかえそれ彼女は結構長かったのまずそうね一年ぐらいとかかなめちゃめちゃ幸せでした幸せでしたねそっかそれが二三年前だそうね二三年前ぐらいだからそっから

って言える。まあまあまあちょっと難しいところではあるよねまああのダメなやつダメなやつダメなやつだいやもうね何だろう本当中学の俺バカだからさ今バカなんだけどもちろんなんかちょっとその夏場デートしに行った時にその子が結構まあ何て言うんだろうくちゃらっていうのその。ああくちゃくちゃするんだくちゃ的にね俺本気でで。それ嫌ああなるほどね じゃあちょっと俺帰るわーっつって <laughs> えっごめんかないいやちょっと帰るわーっつって <laughs> LINE で「ごめん別れて」って送って <laughs> いや結構最低だよねマジでいやほんとすいません最低ですほんとにごめんなさいごめんなさいほんとごめんね弟君も申し訳ない <laughs> 最低だね, <laughs> 低だね <laughs> ごめんごめん <laughs> もう言ってくれ言ってくれ <laughs> 言ってくれもう言ってくれもう全部言ってくれ全部受け取るし俺はそれを涙に変えるから <laughs> 大丈夫大丈夫あのな糧に通するとかじゃないもう涙に変えるからマジで超シンプルにね、うん、<laughs> もうマジでシンプルイズザベストよ俺はもうマイクも喜んじゃってるからねマジでマイクも喜んでるよマジでおもろいな、ね、それが一番短いんだ、うん、付き合ってあれでえぶっちゃけだってさうん、うん、えながえいた彼女とか彼女俺初カロンが今つけてる彼女なんだけど そうで今いる今いる4年ぐらい今いるうてるないそうあとでポコ俺4年ぐらい合ってて3年間遠距離だから今えそうそれはやっぱ海外の人なのそうドイツのドイツドイツの子なのよじゃあドイツ語的なのもいや俺ドイツ語はできなくて俺アメリカにとんだけどアメリカの時に出会ってだからもうコミュニケーション全部英語だねそうなんよ 英語の時代ですね。英語の時代ですね。多様性ですね。すね英語、喋れないとダメですよ、すね、本当に。いや、そうだね、だから結構、俺は結構、でも俺もその付き合ったとかあんましたかったね。うん,うん、タイプだからな。喜ぶんじゃないかな <laughs> 見,て見てたら、見て喜ぶじゃない。タイプだったよ。あとで,で LINE 教えてね。あと <laughs> <laughs>、ね、で LINE 教えてくから、よろしくね。<laughs> タイプはどううだろうやっぱ白人の子とか俺,その彼女俺の彼女は白人なんだけど白人アジア人黒人とか、まあ、人種で言うのもどうだうかなって思うけど別になんかねいやそれこそタイプがないというかたぶ、うんまあ、猫顔っぽい感じ猫顔だっぽい感じなんだけど最近。 好きってどうなんやったっけみたいな。めっちゃやばいじゃん、今。いや、いや、も、なんか、いろいろやりすぎて、あれ、あこういう、いろいろやりすぎて、なんか、変なもんじゃないですよ。仕事とか、いろいろやってて、なんか、恋愛ってどうやってやってたっけみたいな。うん。忘れたよね。忘れちゃったそういうもんなんだ。うん。いや、だめだね、俺は。だめなんだ。なんか、俺、彼女とよく結構話すのは、やっぱ、インフルエンサーやで、モデルやで、やっぱ、俺も、 インフルエンサーとかやってるから結構うん、うん、あとまあ映像やってるからモデルのこと結構会うこと結構多いんだけど<ー>やっぱ女の子からしたらそれってめっちゃ心配やんそうだね確かに確かにモデルはもうみんな顔いいし美人だしとかそういう系じゃんいやそういうの結構心配する人いるんだけどモデルって付き合いづらいんかなやっぱてかインフルエンサーってどうなんだろうねインフルエンサー、うん、モデルインフルエンサーその辺どうなんだろうなんか俺もインフルエンサーっぽいインフルエンサーを自分ではしてるっていう感じがなくてあそうなんだ 洋服系とかファッション系に移動させたいなみたいな感じどうなんだろうけど確かにリールとか出してから本気で可愛い子らめっちゃフォローくるああそうだよねえぐいえぐいよねもう毎回それフ、ね、<laughs> みたいなフォロ,来ロ,来ロ来 <laughs> ーきたフォローたフォローたたうん D かなみたいな D?E? うん ?B? ん ?C だな <laughs> あやってないからね、冗談ね、冗談、冗談。<laughs> 実はやってるけど、まあやってくれ、ね、まあ普通にやってるけど、<laughs> 何に何に何に別になになに別よくね <laughs> 別いいだろ、俺だって男だもん。<laughs> やらせてくれよ、<laughs> それぐらい、マジで。で、DM が来る。<laughs> DM はね、あんまりないかな。それこそ、やっぱね、海外の人の DM がすごい多くて。あ海外なんだ。そう、なんか俺、もともとその TikTok も最近の方だと、海外バズりがすごい多くて、なるほどね。コメント欄も英語だらけで、はいはいはい、すげえ。案件とかも前来て、それも友達にコピーペーストして、できる子がいるから、なんで返信すればいいって。何て変身するばいいあっ、OKOKOK。ピッピッピッみたいな、いかにも俺がやってるような感じの。 出して。あ、まあまあまあ。オッケーオッケーみたいな。Thanks man.Thanks man だけ俺が売って。Thxx だけがで、Thanks. よし、よし。よし俺が売ったみたいな感じにしてる。はい、そうなんだ。え、じゃあ海外の人とは結構タイプなのやっぱ。やばっ。やばいよね。やばい。マジで。え、マジで。なんか Unext のユーフォリアとかさ。はいはいはい。なんかあとは、なんか友達からいろいろ教えてもらった海外のドラマ見て。 いや、ちょっと最近やっぱ海外やばいな、みたいな。<laughs> いや、海外の方々、ちょっと本当に、あの、インスタもここら辺載ってると思うんで、フォローしてくれたらありがたいですよ。よろしくお願いします。さ <laughs> っき言った。<laughs> 頼むよ。俺、これにある意味だって今日来た理由、はい、あれだからね、まあ、もちろんこれももらえ,、うん、もらえたり、吸え,、うん、えるとかね <laughs> あか、あるから来てるはい、はい、まああるから。そんなんじゃないから今日の目的。俺、今日ここで彼女作り行ってってから。<laughs> <laughs> マジでマジで。マジなこれ。 <laughs> いや,んだいやマジだからもうグローディーのこと遊びじゃないからさ <laughs> 俺もだって。<laughs> 遊びじゃないからね。遊びじゃない遊びじゃない。本気だから。本気だから。本気だから。え、結構海外の人にモテるのかなどうなんだハーフってさ、結構海外の人に人気あるみたいな。な結構聞くんだよ。なんか、たまに聞くんよ。なんか、やっぱさ、言うやん。なんかモデルモテないの話をすると。やっぱ日本人は日本人の男性が好きな人が結構多いイメージ、ちょっとあって。はいはいはい。そう、でも海外の人に好きな人もいるやん。中にはもちろんね。でも海外の人の方がミックスとかハーフの感じの好きみたいな。あ、そうなの ガッ <laughs> 話戻すか一旦。持てないのね。<laughs> まず俺は。<laughs> 多分ダメ。<laughs> マジで。生まれてきたのがまず間違いの可能性も高い。<laughs> マジで。<laughs> そんなことないやろ。<laughs> 子孫残すのむずいぞ、これ。この調子で30、40とか言ったら。きついぞ。<laughs> もう東京で沖縄とかに逃げてんじゃない俺もうなんか、一旦みたいな。一旦 <laughs> みたいな。一旦ちょっと、子孫残したいから沖縄に行くみたいな。<laughs> なんかあるのよそのなんかその、初めてチェリーボーイズと同卒業するランキングがあるのよ、クで一番早い、1位、沖縄な,いあそうなんだちょっと沖縄行きます、<laughs> はい、本当最終手段、沖縄行かせていただきます。んん <laughs> んだだだででもささどどううなんだあの例えええばち、まあ、ちょっとまあで頭ちょっと待っっとといいろろ考ててて思けやべ頭をかる え,ち,えちょっと怖まってきてない今今もう、うん、もう動けないもんやばいこれマジでいいないいよなこれいいよね結構チルクいけていいね、うん、これいざって時にマジでいいわめっち,ち,ちゃいいよねあちっちょっといやもうこれマジ皆さん本当にいいわいやこれぶっちゃけごめん俺本当に最初なめてた俺ここまで来ると思わなかった俺自身も 悔しいが、これマジでいい。<laughs> 悔しいけど、いろんな企業がみんな出してるじゃん。結構、桁違いだあのマジですごい。え、あやばくない結構、俺もいつもより、あってなってる。ずー,ーってくるね。ずーてくるね。俺、目開いてる大丈これあ、合法のやつですかね、これ。マジ、合法だから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 。<laughs> リールだ、リール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 、リールリール、ファッションやってんじゃん、めっちゃ、その話はやっぱめっちゃしたいと思ってて、あじゃあ旦じゃあその前に、すばい、これは何、オージークッション、オージークッション、いただきみーガチやつですね、じゃあリール、リールド、ファッション系のやつやってんじゃん、なんかいろんなスタイルとかさ、あとなんか女の子、じゃあ、友達とあるやついてみるとかさ、なんかいろいろやってるやん、ああいうのはさ、やっぱモデルやってるからっていうのファッションが好きなのか、まず。 まあファッションも好きというかの本当仲いいさっき出てきたユウトって子とブランドを今やることにしててでまあそこでやっぱりちゃんと発信していく上でその土台がやっぱ大事になってくるからでまあ多分ユウトって子はもともとそんな顔を出すというよりかは服みたいな感じで,で俺は顔からとか出てたからやっぱいたわけ二2万人ぐらい。うんうんうん、だから 俺がそういう動きをしないとなみたいな。うーんなるほどね。って感じになって今リールとかめっちゃやってる。あ、そういうことだったんだ。え、ブランド名がブランド名がプレイヤーワープレイヤーワーです。ウェイ、え、みたいな。え、サンプルとかはできサンプルはね、こっちにはダメなんですね。ダメね、見てるね。ダメです。ダメですね。スウェットおお、ほいほいほい。 展示会5月の26とか4号とかにそうやることになって場所も分かり次第載せるって感じなんですけスウェットがおおいいねやばいっしょなるほどねこういう感じでイエでパンツがやばいんすよねパンツもやばいですね太いパンツ好き俺結構好きなんだけどいや俺あそれも聞こうと思ってて太いパンツ欲しいなと思っててでもどこで見つけばいいのか分かんないっていうのもまずあるぜひプレイヤーはおおデニムです ちゃんとリジットのいこれこれ結構こういうの俺探してたこれねしかもペーパードっていうあのさパンツってさこうなってんじゃんこのここに入ってさここからそのままいかないじゃん太いままでそうだねもうそのままなしでストーンって感じへえこんな今履いてる俺のパンツみたいな感じはい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  超似合うと。マジで。あえるあげるありがたー。紹介してください。もちろんもちろん。プレイヤーはね。プレイヤーは、プレイヤーは。いいね。ぜひぜひぜひ。ちょっと、あの、まあ、あインスタグラムね、俺もちょっと見てて、まだ投稿出てないけど、うん、多分これから出てくるのかな、情報が。 下の方にってくんでぜチェックしてください。えその、それで言うと、結構さ、俺、結構太いパンツ、めっちゃいいなと思ってて、結構太いパンツ履くやん。めっちゃ履くね。ね、インスタとか見てて、着こなし、俺、個人的めっちゃかっけえなと思ってたの。マジで。めっちゃ嬉しい。それをちょっと聞きたいなと思って、着こなしのコツっていうか、自分のファッションで気をつけているところとかあったりするのを、こうするようにして、考え方というか、アウトフィットの。アウトフィットの考え方。うん。 なんか服装のおしゃれなやつが写真だけで流れてくるやつとかあそこからまあやってみたりとかなるほどねで絶対にまあ色ちょっと派手色みたいなのはまあ一個は入れたいだ。ちょっとあとは絶対色を入れたい,たい、ね色ね、今日も本当は今これだけだけどうん、うん、明細に赤の着てたじゃんあ着てたねそうそうだからなんかちょっと派手っぽい感じのやつを着てるかな<ー>基本的には色は結構じゃあ重要視してるっていうか、うん なるほどねあそういう感じなんだなんか CBD のこれとかもさ結構そのクリエイティブな人用で結構あれだからなんかそういうのでんかファッションのインスピレーションっていうやっぱ海外のあれとかそれは何普通にインスタってことあっ TikTok? うん TikTok とかがよく流れてきてそっから引っ張ってみたいなあこのスタイルやろうっていうかこういう企画もやろうみたいなはい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 かそれこそ今バズってる音源とかやっぱいろいろあるからそれで流れてきた人の見て自分なりにいて。 ちょっと変えて、やるって、結構今バズってきてる。おお。ええ、でも、最近めっちゃ見るなと思って、なんか、最近じゃない、結構出してるの。そうね、ここ一ヶ月ぐらい、で、はや、め、ちゃんとやり始めた。感じ投稿頻度結構多い。毎日、今は。毎日出してるんですね。今毎日出します。さすがだな、暇なんで。ちょっと、待って、これ、ガチやばいね。これ、もう入ってるよ。もう、あ、もう。今日、終わり。終わり、これで。もう、だめだ。 気持ちよすぎる <laughs> もうループできたけど絶対電車で帰る <laughs> マジでマジで電車で帰る <laughs> 起きにっかな <laughs> 最後に起きてもらって最後に起きてもらって <laughs> マジで本当にそうよマジで本当にそうウケんだそうかそうかえまあそういうのもあるし、まあ、ファッション、まあ、TikTok で出したりとかしてて結構調子はいいよね結構回ってるよね、うん、回ってきてる最近マジで結構フロアも増えてるやっぱ今そうだね、うん、毎日投稿し始めてはいはい、はい 5 6 0 0人ぐらい今、えー、2.8から3.4になったからすごいねそうそう,そう結構増えてんな <laughs> これやばい <laughs> <laughs> 水だめだ水 <laughs> やばいねこれ危ねえやつだ <laughs> おおめっちゃいい <laughs> <laughs> 衛星バラ入ってます あありりががととううごござざいいいまますすえなるほどねやでもクリエイティブのことめっちゃやってるやんファッションモデルもそうだと思うけど音楽もやってるわけやんそうだね DJ の話もしたけどコモレビっていうグループのバック DJ もやってると思うんだけどコモレビはどういう経緯でこうどういうグループってこうなんか言うとどういう感じでバカが揃ったバカが揃った感じだったバカが揃ってなんかちょっとうん 本当に頭悪い奴が揃ったわ <laughs> これみんなに言ってっからちゃんとどんどんバカが集まったって感じ。ダメだよ。あいつら。ダメ。本当にバカだから。マジで。俺も含めバカだから。なんかまあ、もともとその、マキシっていう子がいるんだけど、リーゼントの。その子が、お父さんとかが結構音楽系の活動をしてて、お母さんもダンサーみたいな。で、まあ、その、サムとサムとユタって子もいるんだけど、あとマテウス。 みんな結構音楽が好きだからう,ん、うん、うちの事務所の社長がやってみるみたいなうん最初 YouTube とかやるはずだったんだけどなんかやるんだったらじゃあ音楽でいいんじゃねみたいなあそういう感じなんだそう結構ノリで始まったへ<ー>で太田は歌うみたいな太田も歌えないと言われたけど、うん、ちょっと俺マジオンチなんでみたいな <laughs> 次の日二日酔いとか余裕であるんで俺の場合って今日もそうなんですけど <laughs> 今日も絶賛なうも二日酔いなんですけど <laughs> 俺ちょっとダメっすね生態いかれちゃうっすそれで DJ としてそう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 ああ、そういうことだったんだそうそうそうでもなんかヒップホップなのかなヒップホップクルーな感じなのんか結構いろんなんかミクシャー音楽って感じするよねそうそうまあシティ・ポップとかちょっとそっち寄りな音楽も作りつつ今次のアルバム今作ってるらしいんだけどいやまあ作ってるんだけど <laughs> まあまあいやいやミスだよミスミスミス、まあ、作ってんだけどまあなんか次はちょっとヒップホップがトラップ調の音楽やるみたいなことは言ってた <laughs> 俺ちょっとこれ答えられっから追加らマジで <laughs> 結構やばくないあれ <laughs> はギリ大丈夫今生きてる今生きてる仕事覚え入ってるからちゃんと気持ちいいよれやべえやべえ じゃやろう。再ええ、ちなみにでもあのなんか俺結構ラブミーキルミーうん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 俺すごくねだってウィルキンソンとのタイアップでそう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 。しかもプロデュースバイマットキャブだぜやばいよマットさんめちゃめちゃ面白い面白いんじめちゃめちゃいい人はい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 なんかマットさんもフィリピンフィリピンの血が入っててあそうなんだうちのメンバーも二人フィリピン人がいてあフィリピン人だって結構ミックスの子多いよねフィリピンのハーフとかはい。あとジンがいてうん もうやばミックスめっちゃ多いそうだよねでそのマテウスって子が純ブラジル人で、うん、純ブラジルなんだそうそうそうめちゃめちゃ、はい、日本語うまいんだけど、うん、純ブラジル人ででサムって子がアメリカとフィリピンのハーフかな、うん、でユタって子はもうフィリピン人フィリピン人なんだで俺がちょっとイギリスの地に入ってて、はい、日本人みたいなへえめっちゃインターナショナルだねまあなんか混ぜるな危険みたいなだ,、ね、<laughs> うだってバカ全員で5人そんなやったらさ本当混ぜちゃいけないじゃんだからもう次の曲のコンセプト決めようみたいななるときに みんなバカだからもうマジで本当とにだからまあある意味だから居心地がいいというか、ね、ああ<ー>ねいやもう本当バカですみんな本当に俺も含めマジで今度ね木漏れ日とかでまたここ来たいけど、ねうん、ああね確かに確かにもうちょい大きくなってからいきますいやぜひぜひぜひ いいねインターナショナルな感じのしかもさ日本でこうんていうのそういう、まあ、なんアイデンティティを持ってる人たちがこう前に出てるっていうのは俺的にはすごい嬉しいっていうか<ー>俺が個人的にうん、うん、俺も前に出てる今もそのでかいっていうかうん、うん、この、まあ、ミックスとかのアイデンティティのある子が前に出たらなんかそういう子たちがさやっぱいじめられてたじゃん俺もそうだったしやっぱそういう人たちがこれ勇気づけられたらいいなと思うからかなんかそういうのでかこの木漏れ日とかこうだ前に出てくるのめっちゃいいなって思うし。うんうん、確かにね,ね でかくなりたいです。でかくなってね。前に出てね、ちゃんと。はいはいはい。前に出てね。よし、任せてください。イエスイエスイエスイライブとかも結構してるライブは、まあ、月に1回あるかないかぐらいああ、そうなんだ。うん。あんまライブというライブはそんなしないかな。うんうんうん。どうしてちょっと制作結局いい。制作とか、やっぱみんな、やっぱみんなモデルだから、ああ、そっか。すごい忙しいのよ。もうみんなバイトもしてるし。そうなんだ。 そうだから本当限られた時間で曲をやってるからある意味そういうところでみんな集中してできるかっていういつかその <laughs> 音楽だけで食っていけたらいいねみたいなうん、うん、みんなが言ってるから俺はその後ろで「うん、頑張れ! <laughs> 後」後ろに俺を回そう俺を回せ頑張れ!」つって身長低いじゃん。 見えないからね <laughs> マ<ジで> <laughs> なんかか別になんかその木漏れ日っていうの嬉しいのよそれめっちゃみんな仲いいから入るのしいんだけどミュージックビデオの時もあるんだけどあの『ラブ・ビー・キルビーの』のあの俺のシーンがなんか謎に撮るみたいに言われたん <laughs> そう裏話でそうでまあスタッフさんとか俺マジ知らないからこうやってカメラ回ってみんなのとこバーバーバーっつって「はい OK です」みたいな確認みたいな、うん、あじゃあ次のシーンいくんでみたいな。 太田君の,あのクリップのところは太田君、前に出てお願いしますねみたいなクリップってなんか前に歌って <laughs> バースのところあえ俺歌ってるっけみたいな <laughs> ちょっと待って、これ俺前に出て何するみたいなあ歌ってないです、すいませんつってだから本当に <laughs> なんで、ね、やっぱ俺も歌った方がいいのかな、やっぱマジで。 くないだってこうやってさってに確かに、ね、前に出てきて歌ってないしょ。確かにえじゃあ一旦俺マテウスになればいいみたいな <laughs> 誰のバースやればいいみたいな本当にそういう裏話もあってけど <laughs> やっぱそのスターベースさんとか <laughs> そのジムラ <laughs> レーの人たちも笑ってるんですおう <laughs> 歌ってるとこないのに」みたいな「いやあの言って <laughs> 伝わらないからさ」つって。 あ面白いねミュージックビデオ俺結構一番きついかもしんない自分だってさ映るじゃんやっぱメンバーの人でね何もしてないからさえこれはどうするみたいな一人だけオープン入りの動画だけ撮りますみたいなあのディタナイトだサイドボタン押してもう終わりだからね俺フフフフ 終わってで、その後、なんか寂しいから、じゃあ、オタ全員で歌っちゃおうみたいな。ダンスフロアになって、なんかこうやって。俺もこうやってやってんだけど、もう後半ふざけに走って。もう知らないよね。もうどうにでもなれみたいな。<laughs> そしたらやっぱ、結構カットされてて。<laughs> いや、本当に。いや、面白いよ。いや、今度ね、見に来てほしいよ。ただで MV ってやつやってんじゃん。やってやってや。今度ちょっとやってみる <laughs> すごいよ、多分。俺、端っこっずっと。あの、マジで、ギャングのさ、 横にいるやつみたいな <laughs> <laughs> そんなことしかできない <laughs> すいませんシャたっおもろいな <laughs> そうなんだ <laughs> そういうことしかできないからさでも <laughs> 本当ねあいつらも、うん、マジで最近頑張ってるから、えー、みんなもそのリールとかも取って個人の知名度も上げようっいういいね,いいねなんかみんなそれぞれ個人局もあってあそうなんだ,だサムっていう子はうん、うん 一回仙台でライブしてて、うん、そうそうそう。だからなんか個人個人みんな動いてるから、結構中途半端な気持ちではやってないのかなっていう感じはあります。うえいい,、ね、いいね。まあでもぜひチェックしてほしいよね。ミュージックビデオもチェしか出てないけどね。そうすね数は少ないよね。ならまあ次のアルバムで結構。そう、ガーンって出る感じだ。 コムレビのインスタグラムとかもあるもんね。そういうのとかもね。チェックしてください。チェックしていただいて。チェックしてください。いいっすね、いいっすね。なるほどっすね。え、ちなみに今 DJ やってるからこれは聞きたいなっていうのもめっちゃあるんだけど、やっぱその、今海外の人めっちゃ来てんじゃん。めっちゃ日本にさで、パーティーとかしたいみたいな。やっぱみんな思ってると思うんでなんかそういうなんかおすすめの場所とかある。箱。箱。ああ箱か。うん。音楽のあれとかにもって違うのかなバイブスとかにもっても。まあだけど、イベントとかだったらあれじゃないやっぱハーレムの、 上のとかあそことかだったらジェイス・モーガンくんラッパーのとかもイベント売ったりしてるしそっかそこだったらできるんじゃないハーレム上とかだ結構おすすめおすすめはい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 遊び行くならどこ俺いつも最近遊び行ってないからな行くならえどこだろう風俗まあ日本の文化ですねそうですからね ジャ家って言った風俗だいや本当にね大事だよ大阪の飛び立ちんちってとこがあるんだけどカメラとか撮っちゃダメなんだけどんか本当にこうまあこういう道があるとしたら全部店なの100何種類ぐらいの店があって詳しいこと忘れちゃったんだけどその店の1個1個ドア全開なのね。 ほんとこの襖みたいになってておばあちゃんとその抱かしていただける女性がいるのよ座っててでおばあちゃんがあお兄さんこっちだうみたいなこっちこっちみたいなイケメンこっちみたいなやるんだけどそこのちょっと高いんだけど20分か15分で1万5 6 0 0やけどねバーッちかわいい。 <laughs> すごいよ、ほんとに。え、今度大阪行く機会ないのあんまりないけど行きたいなと思ってる。そう。しかもそれ、12時まで、11時までかな。うんうん、結構早い時間で終わっちゃうから。あ,あ、そうなんだ。もう昼までかましたいと思ったら行った方がいい <laughs> <だ>なるほどね。ちなみにジ分ーは少ねえとか思ったけど、まあ行ったよね。<laughs> いや、まあ行ったよね、普通に。なんならもう一回戦とか言いたかったもん。<laughs> ちょ、ワンモアーとか言って、そこだけ英語使おうかなみたいな。<laughs> てか風俗ってそれぐらいするんだ。いやなんかね、日本で結構風俗面白い人、飛び田新地がやっぱその昔から本当にあ、lux みたいな感じだった。だからちょそこだけかな。多分それぐらいするの。他はちょっとあんま行ったことないんだけど。あとはあ、デリヘルカーるわ俺。デリヘルカール。デリヘルカールは写真と全然違う。もうなんか。 マジンブーが来たみたいな感じで。いやもう来ます、チェンジできねえみたいな。うわ、マジ終わったみたいな。ガチどうしようみたいな。で、いざやるやん。言ったよね。<laughs> <laughs> いや、マジで。俺、この人で行ったんだ、<laughs> みたいな。なん悔しかった。や,やっぱ技術エグいよ。マジでこれ、ガチエグい。あの人たち、マジで。 もう今回もこれ終わってんぞかいマジでちょっと待ってちゃんと仕事もうでしょ危ない危ないマジ危ないああ使えるたら使ってほしいけどいや危ねえねこれちょっと危ねえんだからもういや全然後で送るからあそこでここやっぱカットからみたいな全然どこか行っておいてあいただいていやけどマジなんか大阪とか大阪とかな富田ん地いやでも面白いよねなんか多分そういう ジャパンって多分意外と少ない気がするねそれこそ多分あのさ、うん、要はちょっと血が入っててまあまあそういう文化わかんないみたいそうねけどやりたいみたいなの本当大阪行った際は飛び出しに絶対行った方がいいと思います飛び出しにちですね飛び出しですやばなるほどっすね結構日本でなんかさオランダとかもそういうとこあるんだけどうん、うん、結構なんか日本の YouTuber でさ海外に向けて発信してる人がいて。 そう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 でんかその人が渋谷とかで人にインタビューしてる時にんか風俗は浮気に入るか入らないかみたいなああ話をしたんよそれについてはどう思う浮気ではないんじゃない風俗浮気じゃない浮気浮気でしょ浮気ではない浮気気になっちゃうもんねそうそうだ心ここにありみたいなはいだ心好きだようんうんチンチンがいっちゃったみたいなだから浮気よマジでだから浮気じゃない浮気マジで 女性で基本行く人が少ないからさまあそうね女性に確かに聞いてみたいかもねそれはそれ面白そうそうだよね浮気かどうなのなんでもんかその中のそのインタビューで言うと女性はそれは浮気じゃないみたいなあっていう人結構多かったよやっぱそうだよねうんまあどうなんだろうねけどいや普通はどっちなんだろうね普通はどっちな難しいよねえ太田がもし付き合ったりとするじゃん付き合いました付き合いましたってなったら風俗行く いや俺行かないかな行かないんだでだってもうできるやんいやまあねそう確かに,確かに。アイススパイスみたいな人とやればいいんだよ合 <laughs> えばいいんだよ簡単な話あんなもんやばいでしょジューシーよマジでこちらのさアイススパイス見た見てないやばいよ俺もう顎がガクンいったもんあのトムジェイムもうんバンバンバンみたいな感じになってたもはやマジで あとタイラーねタイラーねダメあれダメ本当にそっかえじゃあ結構そっち結構やっぱさ細いよりはちょっとやっぱ肉好きのいい女性らしい体つきの人が好きそっちの方が好きだねああが好きだった設定そっちじゃない彼女はそっち系なの彼女は細めだけどでも結構カーブが多いみたいな感じカーブが多い感じですいやちょっと ちょっと今夜のおかずにとか絶対ダメ写真は見せるけどいや見せるマジでねいいねちょっとほじちゃいこうかな。ほじちゃっちゃいますオージークッシュダメダダメオージークッシュが強かった強いね強いね強いいいねいいねいいねいやでもこんだけ聴いてくれたらうしいわいやマジで最高ですいやこれマジおすすめ。うんめっちゃねあのこれめっちゃおすすめ。普通にね買ってほしいし これ値段的にはいくらぐらいこれはスターターセットが、えー、5000円弱かなスターターってことはあ何個かフレームあってそれ,れと,そ<う>これとおおもうけど安くなこれとペンだけでついていくのかなああああああこれで5000円かそうじゃあ別に安くないでもこれだけだったら多分3000円しないかするかしないかえっ、ー、安い安い,安い,安いちなみにこの動画の下にあるコードをクリックしてそっから購入していただけると40%オフですなんとその下にあるリンクをさらにタップしていただけると僕の裏アカが出てきます <laughs> 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 本当の僕を見れます、はい、<laughs> 今のところ多分太田君ってどんな人ってもう太田君性欲やばいやつみたいにな,なってるもんねだって <laughs> まあ今のところそうだねそうだねいや <laughs> これだけやつね俺下ネタ大好きなんよいやマジでこれだけこれだけやねほんとにもうちょ大好き系だ大好きですもうほんとに大好き最高最高 <成>功 <laughs> よっしゃ仕事戻ろうじ <laughs> ゃあネクストネクストクエスチョンエキゾー,ケーション行きますか。え、ちなみになんですけどはい、はい、まあこの、まあ、クリエイティブなことをやってると思うんだけど、うん、結構エンターテイメント好きエンターテイメントとか好き例えば映画、うん、アニメ好き漫好きこれも好き好き好きどう,うな自分の娯楽とかは何何見たりとか何,何するああまあなんかまあけどやっぱ一番多いの最近だとそれこそ最初の方で話したその、うん、ムービーその映画とか見てうんうん、うん だらだらするっていうのが一番よくてなんかそのユーフォリアはいはいそれがカニウエストが監督なのかな確かカニウエスト監督じゃないんじゃないあれいや何かねそうそうそうなんかね総監督カニエみたいなマジ感じだった気がするんだよユーフォリアユーフォリアはでもね俺見たことないんだけどいたことあるいたことある見たことないけどカニエでしょべっ ユーフォリアっていうねあのゼンデイヤーが出てるんだけどあカニヤじゃないドレイクだドレイクかドレイクがもう指揮やっててその映画全体的にそうそうそうだから結構もうなんかドレイクが爆発ドレイク味というかすごい爆発しててうんうん、うん、へえ映像とか話の切り替えもすごいこだわっててうん、うん、めちゃめちゃ面白いはあほんとだエジプトプロデューサー そうなんだ。そうそう、めっちゃ面白い。ええ、ー、ユーフォリアおすすめですか、TV ショー。HBO だね。そう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 だよね。ユーフォリアマジおすすめ。うえ他には何見てる他はね、なんだっけね。アニメアニメアニメを見んのアニメは、結構昔というか、最近まで見てて、ネットフリックスとか行ったあったあった。ネットフリックスだよね、やっぱアニメはね。ネットフリックス。日本だってアニメめっちゃあるよね、ネットフリックス、日本、ジャパン。 文章長いアニメ多くね。<laughs> なんかその天性の系のやつ。<laughs> いや、マジでえ。なんかそのき。なんかこの前寝てて気づいたら勇者になってました、ツーみたいな。<laughs> えみたいな。あ <laughs> れ何、何そそられるんだけどってってパッて言ったらめっちゃ面白いみたいな。<laughs> 結構そういうの多い。あ、そうなんだ。そっち系だからラノベ系だ。ラノベ系、面白い。うんうん、最近だとね、うん、何見たんだあ、怪獣8号 あれもともと漫画でよねそうなんです俺漫画がさ G 読むのまずめっちゃ苦手無理なんだ気持ち悪くなっちゃうからそっからここの噂出てんだけどまあ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 その漫画があるみたいな結構出る前めっちゃなんか賛否両論というか結構好き嫌い結構やばかったから「その会場8号」に対してそれはアニメ化しない方がいいんじゃないかみたいな絵がなんちゃらかんちゃうみたいな 見たけどめっちゃ面白いみたいなうん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 絵も普通にいいしみたいなはい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 俺漫画読んでたよあマジで立中まで見てたなでもアニメ出たの最近見ておおまだ見てないけど俺結構面白いから好きなんだよねあれ結構好き俺はほんいいよねあれね38号確かに面白い最近で言うとめっちゃそうだねホットだよね流れ来てると思うおえさすがアニメで言うとそういうのね漫画読めないんだそっかだからねまずね文章がダメ俺もあそっか本とか読めないじゃん 本ダメだね文字が動くんよあそのレベルだんかもううにょうにょすんのんかもうこう文読んでてこうなったりとか同じ文章戻るみたいなああそうなんだえてか読めないんじゃないじゃあそれそういう気じゃ多分ね読める読めない読めるんだけど本んに集中力がないマジで集中力がなさすぎる自分自身ある意味そういうクリエイティブな動きが多分じゃ向いてるんだと思うでも難読書みたいなのあるよ マジで字読めない人とかいるよ。あ,あるよね、そういうの、ね。う難読書で何かの。難読書っていうのかなちょっと分かん何の話はちっとけど。なんか、んかあれだよね。まあ、ダメなやつだよね。<laughs> なんかあの文章がね。結論結論。や,やめとこうってもう、技術求めない。俺何もうダメなんだからもも、もう。ほんにもう。えってだから、もうダメなんだよ。そっか。なるほど。え、自分の今まで見たアニメの中でトップ3あげるとしたら何になるのトップ3。う,ん、うわぁ、なんだろうな結構、結構むずい。<laughs> えっとね、うん、トップ 3, ップ3無色転生あ面白い確かに確かに無色転生めっちゃ好きであとはね俺だけレベルアップな剣それまだ見てないんだよないやこれマジで好き好きマジで, 1>, で1位はやっぱりハ、うんハ「ハンターハンター」が「ハンターハンター」ですねあと「ドラゴンボール」とドラゴンボール,ボール好きですおえ ハンターハンターねだからインスタのプロフィール画像もゴテンクスだから、うん、ああそ,そ,そ,そっかゴテンクスああゴテンクスなんかゴテンクス何 ?3 の時あのロン毛じゃん俺うん、うん、だけど俺ガキっぽいからさうん、うん、ゴテンクスじゃねみたいな <laughs> ゴテンクスでゴテンとトランクスの <laughs> フュージョンだそうそうそうこのフュージョンのやつで一番確かに俺だなあれと思って <laughs> ゴテクスですなるほどね富山明先生のねなくなっちゃった本当ねにそうマジであれもう聞いた時はえっマジみたいななるよねいやなんかいまだにまだ実感湧かないというかまあ確かに確かに確かになくなっちゃったんだみたいなねえ一時代を作ったなだってもう死って本当突然って感じなんだなって本当にそうだった確かに確かに確かに考えさせられるねうん確かにな 深いっすよね。深いっすね。深いっすね。そっか、うわいや、当たり前の気ちょっとね、俺、あの時さ、みんな出してたじゃん、ストーリーとか。出せなかった、俺も出せなかった。マジで出せなかったし、なんならちょっとたまに GT の方上げてる、まあまあいいけどみたいな。いや、俺、結構、まあ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 、だけどそうだな、なくなったもんなと思いながら。 g t はな、かだ変わってるから、作者が変わっちゃって。別に鳥山さんじゃないからね。確かに。それはどうだって。ちょっと、んとは思ったけど。いや、マジ好きだったから、小学校の頃だって俺、泣きながらゲームしてたからね。勝てなさすぎて、魔人ブーに、悪の方に勝てなくて。なんかさ、ここにこうやってはめて、あ、これ、しもじゃないよ、今。全部そっち行くんだからね。そう、全部そっち行っちゃうんだから、もう俺。 今までのこと悪いことしかしないんだから、<laughs> なんかこういうテレビにつけて、こうやって気段を打つみたいなゲームが昔あって、それを小学校の頃、常来になって、うんうん、そ,そ髪長かったんよ。今も長いんだけど、泣きながらガリガリの俺みたいな白人が、<laughs> いっちゃ勝てねーとか言ってずーっとやってんねん。あの、本当にそれぐらいドラゴンボール昔から好きだから、<laughs> て、やばい、やばいね。勝てねーって。<laughs> だ私ゲームとか好きなんだゲームもやるねたまに今はそれこそリールとかで今マジで時間使っちゃってるからだ、ね、忙し何か,か「ドッカンバトル」っていう「ドラゴンボールの」の、うん、なんかあるんだけどそれをたまにやって。 た何そあ、バトルキャラクター同士と戦うみたいなあそう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 。なんかガチャも引いてみたいなやつをずっとやってるかな。えー、なるほど。じゃあ、それは何もうスマホとかってことか。あスマホスマホ。むしろそのスイッチとかはモンハンめっちゃ好きで。あなるほどね。はい。とか、あとんだろう。マリカとか。マリカとか。みんながやってるウィーレとかさ、なんかあるじゃん。あるね。サッカーマジわかんないから。あ、サッカーわかんねんだ。そう、癖で多分俺、前の方に出してもオフサイドみたいになっちゃう。毎回オフサイドみたいな。あ サッカーはいいよね。やってみたいとは思う。UK だったらって、ガチでサッカー好きなファンとかめっちゃいるよ。いやいや、もう本当そう。だからやばいなと思って。いや、もう本当どうしようみたいな。けど、サッカーのネタで使えるのは、ポジションどこだったのみたいな。いろんなスポーツ全部使えるんだけど。え、じゃあちょっと。俺、ポジションフォワードやってた。フォワードやってた。俺、どこだと思うで、ミッドフィルダーミッドフィルダー。欲しいね。俺のポジションは。 右サイドベンチ代弁係これマジ使ってください右サイドベンチ代弁係大弁でうちってことだ掃除係みたいなんか TikTok でんか見たんだよねそれ右サイドベンチ代弁係ってですめっちゃ面白いじゃんこいつみたいなめっちゃこすったよねマジで鬼こすり今となってはんかもう自分のもの感あるからねマジでもう使いすぎてもう俺俺うからみたいなけどほんあれあげてた TikTok の人天才でした本当に

めちゃめちゃ下手でした。<laughs> めちゃくちゃ下手だったからな、本当に。むずいよな、サッカーもバスケも。まあ、スポーツ系ね。なんであんな足動くんよ。サッカーに関してはマジで。すごすぎるだろ。わかる。上手い人マジ上手いから <laughs> マジで凄い。マジでわかんねえ。俺もあんま上手じゃなかったから。あ、サッカーやってたんだ。やってたやってた。あ、じゃあ、あ,れあ,あいつらとはやらないのそのクレール。あの、クレールパレーでしょ。うん、まだ行ったことないんだよね。行きなよ。確かに。 言ったことあるよ、レれヤパレスのあれ。いや、俺、スポーツはな、サッカーできないから。あ分たあと、削られる。多分いったらハンバーグめっちゃできる、多分こごめマジで。いや、マジでダメだよ。ダメか。多分フィジカル負けする、普通に。あいつら、ガチで鍛えてんじゃん。そうだね。ちゃんといい体してんじゃん。ちゃんと勝て怖い。いや、俺も多分ん、言ったら、やってたって言うのが恥ずかしいぐらいだから。ガチ上手いんだか結構ガチでやってない。ガチで、ガチで。いや、マジっすね、誘ってってください。一回誘われたけど、言ってないんでね。 <laughs> いや、まあい,けない,よね、いやいやちょっとちょっと,ちょっとどうしようかなって考えちゃうよねしかもタバコ吸ってるからさそうないよいや俺もこの前久々にバスケやったんだけど <laughs> もう動けなかった <laughs> 持って2分マジで <laughs> 持って2分マジでフル2分マジでもうそっからずっと歩いてた <laughs> もう無理だ、っつって。ダメダメ、ほんとに。<laughs> いや、運動不足最近やばいなと思って。いや、ほんとにそうだよね。そう。で、さっきループの話したけど、俺昨日あの、久しぶりにループ使って、あったかかったじゃん。で、いつもスクーターなんだけど、うん、ちょっと、自転車にしようと思って。 楽しいんだけど、うわ結構運動になるなみたいな。ポジティブに捉えてたけど、うん、わこれ結構大変だわ、みたいな。<laughs> <laughs> 50分くらいしかも自転車来いだからさ、彼女に50分くらい今日自転車乗ってみたいな。あそんなもん、あそんなこと大したくないじゃんって言われて。あ あ、そうだよね。って俺言ってたけど、え、マジでみたいな。くすんどうしてねみたいな。<laughs> マジでみたいな。もうね、普通じゃないから。もう俺らの体って。うもう年いってるから。<laughs> まだ、ね、若い、若いとかみんな言うんだけど、もうね、限界だから。こっちマジで。そろそろ。<laughs> まあまあね。まあまあ辛いっしょ。辛いよ。50分チャリ。50分チャリよ。よくできたね。俺多分。もうオリーバビスケットみたいな太ももになってると思う <laughs> 終わったら、マジもうこんなバン,バン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 みたいな。 いや本当に <laughs> 無理でね。<laughs> 無理,無理無理。無理だよね。ずっとこっちも。ずっとこっちじゃスクータでクーで。一番楽だしね。楽楽。いや、でもなんか、いや、でもちょっと俺それ乗って、うわ、確かにちょっと自転車やるか、みたいな。なんかたまになんか撮影とかしてるとさ、体力なんかやってきてさ、うわ、ちょっともっと体力欲しいなって思うこと。あるある。最近あるから、ちょっと頑張ろうかな、みたいな。チャリで。思ってる。チャリジム行きたいよ。<laughs> それ一番早くね、そっちの方が。<laughs> ジム契約して、今年帰ってから何回行ったかなみたいな。<laughs> そのレベル。ちなみに俺一回も行ってないわ。<laughs> 言ってね、それ今は、今思い出したわ。言ってねえ、俺。やばい。<laughs> いやお金だけになってくるからね。チームってでもそういう稼ぎ方してるよね。いや、絶対そうだよね。圧倒的にそうだよね。ずるいよね。ずるいね。無理だな。最初はね、めっちゃやる気あるんだけどね。最初だけなんだよ、ね。ダラダラなっちゃうね。わかる。 マジでそれがちょっと、ちょっと、マジ気をつけようみたいな。<laughs> 行こうみたいな感じで。ってるし、みたいな。マジみたいな。そっけ、いけねえんだよな。いけねえんだよな。結局なんか、ああ、いいや。おやすみ。うん、にゃんにゃんにゃん。つって。<laughs> だからね。いけ <laughs> <laughs> んだ。や、それね、体力、体力重要ですよ。体力重要。じゃスポーツもやんないんだね。やってないか。そっかそっか。まあまあ、しょうがないよね。 今はもうクリエイティブな仕事しますからそうねしかもなんなら体力で体力でいかと自信あるよ長期的なはいはいで今日も DJ だからねそうあこのあと GDJ だそう2時2時1時2時か1時2時でやばくねいやもうやべえよだよね寝れないでしょあんまあいける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 んだ。るいけるあの一旦レッドブル飲めばいけるマジであこれガチ眠いなと思って眠に眠むにゃむにゃむにつったら女の子 ピーチョがドーンつって、うわ<え>もう桜が咲く時期かっつって、<え>お花見をして、レッドブル飲んで、そしたらもう復活するから、<え>うわ、気持ちいいとか言って、<laughs> あ、いいお疲れう、う、体が<笑><笑>やっぱダメだね。終始、あの、セリがやばぱいい。 シューそれだねこれ見てあとそうなるわたぶん過去一文章じゃないねなん,かなんか今回のムービー申し訳ないなんか喋れなくて全然 <laughs> いやおもろいからいいよいいよ全然おもろいよこのテンションで行けんだい,いこので行けるよ余裕なら <laughs> もう目やべえもう <laughs> 入ったね入った,入ったね入ったねだいぶだいぶ言うても1時間以上経ってるからね。あマジでうんうーわ入ってるわ <laughs> <laughs> じゃ <laughs> 入ってるいやすごいですすごいです本当にこちらえマジですごいですめっちゃに三3 0分だと思ってたすごいです1時間経ってるよね1時間10分近く経ってるよねえ,っえマジ、うん、あ暗くうわやばやばいね怖いっていやちょっとみんなマジこれやばいよめちゃめちゃいいなん吸ってそれぐらい、うん 集中して1時間経ってるやつがだってもう30分だったんやもちろ俺はね俺はいやみんなマジこれすごいわマジ集中できる本読めるかも俺今なら結構ガチでえこれ本当にいいわいいっすねいやみんな行った方がいいよおすすめぜひ1時間に食らうって食らいますやんそれもう俺もきついですやん マジでここから DJ もあるんでここから DJ もありますねどこで DJ よくしてんのなんか大人の DJ 聞きたいって言ったらどこ行くといい最近だとゼロ東京新しく新宿にできた新宿タワーだっけななんかあるんだけどそこでよく回してますあとはライオンとかライオンとかねが多いかななるほどっすねいいっすねいいっすねこっからの目標とかありますよ DJ なのかモデルなのかまあまあブランドやるからそれがでかいのかなそうだねまあ めっちゃ一個一個になっちゃうんだよ。バカだからさ、ちっとるんだけど。具体的に、まず俺今年中にフォローは5万。おおいいね。3.4だから、もうこの調子でどんどん動画サボらず出して、まず5万。で、ブランドの方もまず5000人目指して、で、あとコモレビはもうちょい音楽の技術を上げるというか、なんか結構マットさんとか、 それこそスターベースさんとか結構周りの環境はすごくいいから、マジでほんと努力すればいけると思うから、<おい> <laughs> 信じてるからね信じてるからトラスミしてっから、トラスユしてく、トラス、信じてんぞや。<laughs> ダメだね、ちょっと格好つけようと思ったけど英語で。やっぱね、額が足りんかったね。<laughs> <laughs> あだまあ DJ は、 まあなんか俺が好きなことだから仕事にはしないようにはしたいななんか,だか,だか仕事になるとジャンルまで固定とかされるまあ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 ねなんか DJ 職業にはしたくないなっていう趣味で本当にやっていきたいなって感じあそうなう、うんだそっち系なんだねそっかそっか DJ はねちょっとむずいよねだってモデルで朝の仕事でまあ確かに夜実は DJ でオールで行きましたとか言ったら結構やばいからまあまあまあ確かに何回もあるんだけど <laughs> いろんなクライアントさんすいませんでしたマジで二日酔いで行くのやばいからねなんなら酔っ払って一回行ったことあるからね <laughs> そのクライアントめっちゃ仲良くやるあっっしゃあっ小田昼ご飯買ってきたよみたいなあすいませんみたいない <laughs> おにぎり味噌汁だってなんだっけな,くくなんかレモンのなんかやつ瓶のやつむくみが取れるみたいな本当に迷惑かけましたすいません頑張って音になります <laughs> そっかじゃあモデルはでも結構これからも頑張りっつり頑張っていきたいっていうまあモデルはもうやめたいな <laughs> <laughs> いや <laughs> いやぶっちゃけねぶっちゃけもう今だから言うわもうあの本当モデルはやめたいもう個人的にもう向いてない多分俺もうえもうねいいかなみたいなそろそろやめときかなみたいな <laughs> <laughs> いやマジで。そうなんだ。でも意外と俺ね、なんか結構、モデルで食っていくっていう考えがなくて。あ、そうなんだ。もうね、だったら、だってもう無理やん。そんな、身長的にさ、ちっこいやつがさ、ラウメットコ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 ってありましたみたいな。で、今通ったみたいな。ちっさみたいな。もう無理ですからね。僕、僕みたいなこの感じは。なんで、まあ、インフルエンサーみたいな動きをして。ああ、なるほどね。 もう早く沖縄に移住しようかなと。思すね。はい。行かせていただきますね。はい。なるほど。終始終わらせてもらいました。今日は本当に。これは神回で大丈夫。神回だね。神会これは神回で。これとりあえずカットしてほしいとかあったら後から教えてくださいっていう。これに関しては。性欲系はちょっと少なめで。いいように見られたいね。な、俺もな。 おもろいな。ということで、めっちゃおもろかったね。ありがとう、ありがとうございました。スキューもね、今回のエピソード、ありがとうございました。ありがとうございました。オータ、めっちゃなんか、俺今日、さらになんかオータ教えた感じが楽しかったです。もっと知れるよ、今夜。ちょっとて、マジ終わりにさ、今やばいでしょ、時間たって。スキュー、こちら、ぜひぜひ、下の方のリンクから購入してください。 あとはね、あの、太田の、あの、インスタグラム、ティックトック、ご活ぜひフォロー年内の目標にね、到達して、あの、ね、サポートしていただけたらなと思います。それでコマネビとか、まあ、楽曲制作とか、まあ、DJ とかね、いろいろあると思うんで、まあ、そちらもチェックしてもらえたらなと思います。思いまと思います。ってことで、また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!Peace! ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。